はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の解と係数の関係丸2をお送りします。で、前回からね、この解と係数の関係が始まって、これで2本目です。で、今回はまあ大きな問題が1個で、その中に小問がね4つ入っているタイプの問題をやっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、今全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回に引き続き病院には行ったんですが、ちょっとまだ風邪をひいててですね、喉と咳の調子が良くないんですが、聞き苦しいところがないように気をつけますんで、お付き合いください。では行きます。で、今回は二次方程式 x の2乗プラス 3x プラス1イコール0です。この二次方程式の2つの解をアルファベータとするとき、次の式の値を求めようってことで、まあ、ずらずらね、いろいろ書いてあるわけですよ。で、前回ね、やりましたけど、2つの解をアルファベータ、まあ、2つの解がね、これっていうときには、まあね、それを2つを足したものと、かけたものってのがすぐわかるんだよね。それが前回ポイントでやったでしょ。だから、それまず書いてしまいます。で、まず2つの解を足したもの。まあ、今回アルファ足すベータだね。それは、この二次方程式、ね、左側の a 分の、マイナス a 分の b なんだよね。マイナス a 分の b。で、今回 a が1です。b が3です。だから、マイナス1分の3。つまり、アルファ足すベータはマイナス3なんです。で、もう一個かけたもの、アルファベータは a 分の c でしょ。a 分の c、つまり1なんです。で、この2つ、これだけを使って、あと全部解けるんです。もうそれはもう変化変形の仕方を知ってればできるから。で、まず1番ですね、いきましょう。で、これはアルファ2乗ベータプラスアルファベータ2乗ですね。で、結論から言えば、これくくり出しです。くくり出す。で、なんでくくり出すかっていうと、これ、アルファ1個、ベータ1個がくくり出せるから、アルファベータが出せると。で、出すと、こっからアルファベータ取ったら、アルファが残るでしょ？で、プラス、後ろからアルファベータを取ったら、ベータが残るから、こうなる。そうすると、都合よく、アルファベータ、アルファ足すベータが出てくるんだよね。で、その2つっていうのは数字に置き換えられるから、今。だから置き換えて、アルファベータは1だから1かける、こう掛け算ね、カッコアルファ足すベータはマイナス3です。だからカッコマイナス3、つまり掛け算して1つ目、1番はマイナス3ってことがすぐ分かります。なので流れとしては、アルファ足すベータとアルファベータ、これしかも使えないんだよ。これしかないから、ヒントは。だからこれを使える状態に、あと全部変形していけばいいんです。ということで2番いきましょう。これ前も出てきたけどね、有名な変形の仕方、アルファ2乗プラスベータの2乗です。で、これはアルファ足すベータとアルファベータしか使えないんで、アルファ足すベータを2乗してください、まず。で、そうするとこれさ、展開したらアルファ2乗プラス2アルファベータプラスベータの2乗。これ中学校で習った展開の公式ね。ってなるじゃんか。で、結局、アルファ2乗とベータ2乗、これだけを残したいの、こうやって。ちょうど出てきてるから。ってことは、余計でしょ、これ。邪魔なんだよ。なので、消してしまえばいい。どう消すか。それを引いてあげればいいでしょ。こうやって。こうしてしまえば、このカッコの2乗がこれ。そっから2アルファベータを引いてるから、消すとちゃんと戻るじゃんか。いいね。これすごく有名な変形なので覚えてください。で、もう一個、ちょっと違うパターンで、たまにね。こう出てくる時があります。こうやって。で、こうなった場合は、上と同じでね、アルファ足すベータの2乗をします。そうすると、こう戻したいんで、2アルファベータ引いちゃったらこれ消えちゃうじゃんか。なので、ここをアルファベータにすればいいんです。そうすれば、
2アルファベータからアルファベータ引いて残るでしょ。これが無理やりこれを作るために引くものを変えればいい。いいね。もしこれが出てきたら、今回ね取り上げてないですけど、こういう風に変形して解いてください。今回板書の幅ありそうだから残しとこうかな、これね。で、あとは計算、カッコアルファ足すベータがマイナス3だから、マイナス3の2乗で、アルファベータここ1なんで 2×1 だからマイナス2、これ9だね、2乗すると。だから9引く2で7とね、こんな感じで解くことができると。で、次3乗ですね。ごめんね。で、3乗は2つ使える公式があるんですけど、やっぱ俺こっちの方が好きなので、こっちでいきますね。アルファ足すベータで、カッコアルファ2乗マイナスアルファベータ足すベータの2乗と、これも以前やってる公式だね。で、これを使うと、これごちゃごちゃしてるんで一見使えなそうなんだけど、まずアルファ足すベータ、ここね、もろにあるからマイナス3でしょ。マイナス3、一応カッコつけておこうか。かける、ここ掛け算隠れてるからね。で、この中身なんだけど、アルファ2乗足すベータ2乗って、ここ飛ばしてセットにして、アルファ2乗とベータ2乗、ベータって言ってね。で、これどこかっていうと、今出したから。で、もし問題の中でこれがなくてね、急にこれが来たら自分で今みたいに出しちゃえばいい、使いたいから。で、アルファ2乗足すベータ2乗が7って分かってるんで、7引くアルファベータ1でしょ、7引く1となると、こうやってね。で、ここ6だから計算してマイナス18とね、こうやって解くことができます。で、もう一個、一応ね、幅にあるんで別解ですね。で、別解の解き方はアルファ足すベータの3乗、こっちからいくパターンで、マイナス3アルファベータカッコアルファ足すベータ、この変形でも解けます。これね、ここ。この変形もできる。そうすると、アルファ2乗足すベータ2乗使わなくていいんだよ。アルファ足すベータ、アルファベータ、アルファ足すベータだから、これだけでやっていける。いいね。まあ、これは個人の好みです。俺こっちがね、よく使って好きなんで上使っちゃうんですけど。まあ、こっちで慣れてる方は下でも OK と。で、ラストですね。まあ、分数入ってますが、これ非常に簡単です。で、これどうするかっていうと、これね、通分します。通分。まず問題書いちゃおうか。アルファ分のベータ、プラス、ベータ分のアルファ。で、通分すると分母揃えるんで、アルファベータになります。で、こっちにベータがなかったから、ベータ余計にかけてるでしょ？で、上にもベータをかけるから、ベータの2乗になります。プラス、こっちはアルファがなかった。もともと分母に。だからアルファを余計にかけたので、上にもアルファをかけるからこうなる。そうするとアルファベータは1です。アルファ、これ逆だけどね、アルファ2乗プラスベータの2乗は出しました、7です。なので1分の7、つまり7とね、こうわかることができます。いいかな。なので、まあ、こんな感じでぜひ解いてください。よくね、出てくるパターンですが、最初に公式、だからね、前回やったポイントの公式忘れると全滅します。これがないと。てか、ここを間違ったら全て間違えるからね。だから、ここは時間をちょっとかけても、丁寧に合ってるよな、合ってるよなって3回ぐらい確認してもらって、で、スタートを切る。もう変形の仕方だけで解くことができるからね。では、今回は高校数学数2の解と係数の関係丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、前回も言いましたが、これね、結構続きますんで、次回丸3またやりますんでね、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。